どうした、ぼーっとして。はあ、しっかりしてくれよ幹事さん。この集まりお前が言い出したんじゃねえか。そういえばずっと思ってたけど、同い年だからタメ口でいいんだぞ。あ、そうですね。でも私にとって双葉先輩はやっぱり先輩ですから。なら先輩命令だ、タメ口で来い。よし。こんにちは。一応タメ口だよね。いいだろう、合格。ありがとうございます。あ、すみません。どうもどうも。すまん。何その値だよ。いいよいいよ、やりやすい方で。先輩は許可したぞ。はいはい、そんじゃあ心で言っとくか。この太巻き一気に行くぜ。恵方巻きってどっち向いてやったらいいの？北北西のやや右だって。方角的にはあっちだね。ややってどんくらい？そこは任せとけって。話しかけんなよ、無言で食べなきゃダメなんだからな。行くぜよ。これずっと見てるの？終わるまで。絵的に美しいとは言い難いな。食べきったら本当に願いが叶うのかな。私豆まきのがいい。宗次郎、鬼の役やってくれ。後で拾うの面倒だろ。龍二先輩頑張れ。おや、あ、ダメじゃん。まあ龍二らしいな。おえ、私こそ。けど先輩たちの応援しっかり伝わりました。そうだ、何があっても我が輩たちがついてるぞ。ここがお前の居場所だからな。そうだよ、ずっと一緒だよ、ここにいるみんな。よっしゃ、いざ仕切り直して。まだやってたのかよ。ずっとみんな一緒。そうですね。大盛況だったじゃないの。幹事ご苦労だったな。いつだって店貸してやるから。なあ、ちょっといいか。そのよ、ずっと考えてたんだ。お前さえよければ。親御さんには俺からちゃんと話しておくから、せめて高校卒業するまでこの先もずっとうちにいてくれよ。どうだ？本当か。じゃあ早速明日からいろいろ話を進めねえと。忙しくなるな。挨拶とか聞いてたら泣けてきちゃってさ。いい卒業式だった。それ貸して。ん？いいけど。卒業式っつったらこれとセットだろ。お前も少しは感傷的になれ。あっという間の1年だったね。学校っていうよりみんなとの思い出だよね。
うん。けど来月から2人に学校で会えないのか。安心しろ、4月から私が転入してやる。マジ？お弁当作ってやるからな。宗次郎に料理習うんだ。そっか、お前も残るんだもんな。我が輩も残ってやるぞ。ついでに高校生やっちゃおうかな。いいんじゃない、楽しそう。俺も囚人学園に転入しようか。ラコダ先輩、ハル先輩来てくれたの？これは絶対直接言いたかったですから。ご卒業おめでとうございます。ありがとう。そうだ、みんなで写真撮らない？賛成。じゃあカメラマンは僕がやるよ。明智くん、激励会以来だね。そういえば明智くんって進路は？フリーターしようと思って。今までが今までだったし、1年くらいサボってもバチ当たらないだろ。引きこもるなよ。ご忠告どうも。じゃあみんなそっちに並んで。よかったら僕が撮るよ。みんなお友達なんだろ？じゃあ行くね。はい、チーズ。ありがとうございました。よく知ってるね。